Nós voltamos para ajudar a equipe. Eu vou dar uma vida nos treinos. Vão checar o que a gente está fazendo. Homem de Varen, Kikioca.今週から宮崎での2次キャンプがスタート。ますます盛り上がってきたぞ。大好評選手の裏側に迫る V カメでは、あの選手の電撃発表が。発表していくことがある。そして J1 昇格のキーパーソン海洋選手を大特集。今年にかける思いを聞きました。この番組は今を生きる楽しさをジャパネットの提供でお送りします。先月31日に沖縄での1次キャンプを終えたビファーレンは、ひとときのオフを挟んで今週水曜日から宮崎県西都市での2次キャンプをスタートさせました。この宮崎キャンプから期待の戦力が続々と合流です。ディフェンスラインを支えるフレイレ、攻守に輝きを放つカイオ、そして2年目のシーズンを迎えるルアンのブラジルトリオです。いい意味でガラッとこう変わりましたね。陽気なんでチーム雰囲気もさらに明るくなっているかと思います。そして早稲田大学から加入のルーキー桑崎もプロとして初のキャンプに臨みます。1次キャンプで参加することができずに個人としてはチームに遅れている状況なので、少しでも早くチームに馴染んで、僕もスムーズにキャンプに入っていきたいなという気持ちで参加しています。僕のストロングは、守備力とあと90分間通してハードワークできるところ、あと展開力なので、そこに注目していただきたいです。沖縄キャンプでのトレーニングでフィジカルを呼び起こした選手たち、ここ宮崎では長いシーズンを戦い抜き J1 昇格を勝ち取るための戦術面の落とし込みが行われます。吉田監督が志すスタイルをみんなが理解し共有することが大事になってきます。トレーニングマッチも多く組んでいるので、より実戦に近づけるのと、あと戦術理解というところをメインにやっていきます。沖縄で行った今年最初のトレーニングマッチで J1 トスを破ったビファーレン、この宮崎キャンプ期間中にも3試合を行う予定となっています。応援に行くことはできませんが、今日午後1時開始予定の J3 宮崎とのゲームはクラブ公式 YouTube チャンネルでライブ配信されます。そちらで吉田ビファーレンの戦いぶりをご覧ください。来週のオールビファーレンでも試合の模様はたっぷりとお伝えしていきます。結果より内容にこだわってやりたいですけど、勝って波に乗れるってところあると思うので、結果にもこだわってやっていくことがチームにとって一番大事かなと思うので、球際だったり勝敗にかかるところっていうところでパワーを出せればなと思います。1年間自分たちがいい結果を残すために、自分たちが今やるべきことっていうのをやって、戦術理解を高めてしっかりと結果出せるようにやっていきたいと思います。開幕まで残り1ヶ月切ってますけど、チームに早く馴染んで戦術とか理解して、少しでもチームの力になれるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。バッチリです。早くも開幕まで3週間となりました。トレーニングマッチを含む宮崎でのトレーニングでしっかりと戦術への理解を高め、 J1 昇格という目標に向かって全力で引かれ。今回もビファーレンの広報さんが V カメを撮ってくれました。今回は練習を終えた選手たちの夕食に潜入です。発酵食品ソムリエの資格を持つ米田選手の夕食は、さすがなんじゃないですか。今日は肉とサラダと食物繊維と発酵食品を取り入れました。キムチ、納豆、マストです。鎌田選手が食事を写真に撮ってます。自撮りしてた。アンダー18の長塚選手、最近髪を短くしたそうですが、美容技検査引っかかって髪がある時は結構
と自信あったんですけど、髪なくしがちょっと自信なくしました。トレーニングマッチで一緒にプレーした阿部選手の印象は、長崎の未来です。続いては後輩から先輩への質問タイム。なんでそんなにかっこいいんですか。なんでそんなにかっこいいんですか。これは照れますね。肌のケアとかなんでこれが上手いんですか。才能。わー、素晴らしいお答え。上中選手に何か質問ありませんか。ありません。いやいやいや、そうっすね。いろいろ聞いてます。ありがとうございます。まず今日の晩御飯のテーマは疲労回復。こちらから以上です。三鷹さんね、夜食に何おにぎりめちゃくちゃ食っていきます。いつも夜ご飯めちゃくちゃ部屋に4つぐらい持ってて、一人だけ泥棒のように隠して渡されてましたんだ。そしてこちらの大先輩と後輩は、16で徳重選手が25です。違うか、やばくないで時は流れます。夕食後、鹿山選手に呼び出されたビファーレンの広報さん、何やら深刻そうな雰囲気です。え、誰もいませんよ。話があるっていうことで呼び出していただいたんですけど、6日目で発表したいことがあるんですけど、6日目で発表したいことがあるんですけど。ありがとうございます。何でしょう。なんだ。この度、私事ですが入籍いたしました。もう大変だ。キラー。おめでとうございます。ありがとうございます。入籍した今のお気持ち。責任感とやっぱプレーにも出てくるんじゃないかなと今キャンプで感じています。お相手はどんな方ですか。気になります。すごく優しくて1個上なんですけど、まあ、しっかり頼りになる存在です。ラブラブですか。めちゃめちゃいいですね。嬉しそう。責任感持ってプレーして、まあ、活躍している姿を奥さんにも見てもらいたいなと思います。頑張ります。鹿山選手、末永くお幸せに。おはようございます。オールビファーレンです。今日もよろしくお願いします。お願いします。いや、いよいよ二次キャンプに入りました ね。 宮崎ですね。トレーニングマッチも行われて、はい、外国籍選手がこの二次キャンプから加わって、はい、まあ、そうハードなんでしょうけど雰囲気がこうなんか明るくなって、なんか ね、 笑顔もあってよかったですよね、うん、そして鹿山選手、あ、そうですよ、 V カメに電撃発表。ありがとうございます。入籍おめでとう。おめでとうございます。今年のチームはさらにイケメン度が増し増しということで、うん、私の推しメンでメッセージを募集します。皆さんからのメッセージをもとに来週番組で募集しますので、たくさんお寄せください。この選手のこういうプレーが好きだなというところをたくさん送ってください。竹子さん、私の推しメンは原田岳選手。かわいい。見た目が癒し系、先輩に可愛がられるところ、そして面白キャラなところと来ております。まだまだメッセージお待ちしております。お待ちしています。さあ、昨シーズンなんですが大活躍して、はい、替えの効かない選手となった、はい、海王セザール選手、まあ、今シーズンから完全移籍となりましたけれども、その J1 昇格への鍵を握る海王選手のどんなところがすごいのか改めて今日は分析します。昨シーズンクラブ史上最多の66得点を記録したビファーレン長崎、そこには外国籍選手の活躍があったのは言うまでもありません。今シーズンも外国籍選手のパフォーマンスが J1 昇格への鍵を握ることは間違いなし。そんな中でも特に注目したいのが海王セザール選手。ブラジル出身の25歳、2019年に川崎フロンターレから期限付き移籍していましたが、今年完全移籍となりました。嬉しいですね。Cara, eu fui muito feliz aqui, né? O tempo que eu, desde quando eu vim a primeira vez por empréstimo, eu fui muito feliz.
E creio que a torcida me adotou, tenho um carinho enorme por todos, pela torcida, pela comissão técnica, pelos funcionários. Então foi uma oportunidade de eu conseguir agradar a todos e mostrar o meu melhor. 193cm の長身を生かしたボールラッシュとキープ力が持ち味。昨シーズンは40試合に出場し6得点2アシスト、中盤の選手として今やチームに欠かせない存在です。Eu creio que a força, né, de arrancada, o drible também, e agora a facilidade também de fazer gols. Para mim foi especial, né, particularmente. Infelizmente não conseguimos o nosso acesso, mas particularmente foi um momento que eu consegui mostrar realmente quem eu sou. 宮崎キャンプからチームに合流した海洋選手。吉田監督や同じポジションの秋野選手は海洋選手のプレースタイルどう見ているのでしょうか。大きな体なのに足も器用にボールを扱える、あとは飛び出していく推進力もあるっていうところだと思います。ちょっと何ですか。ちょっと心配ですけど。秋野選手が心配する海洋選手の変化とは。ちょっと太って帰ってきたのかなっていう。ちょっと心配ですけど、そこは置いといて、やっぱり去年の躍進っていうのは海洋の存在すごく大きかったですし、隣にいて本当に頼もしい存在だったので、彼はまだ若いですし、おごらず謙虚な気持ちで今年もやってくれれば必ずチームの力になってくれると思うので、僕としても同じポジションでいい競争をしてチームの中でお互いが高め合っていければなと思っています。今シーズンも海洋選手から目が離せません。もちろんチームの中心的存在ですし、しっかりとリーダーシップも取ってもらいたいですし、いろんな部分で彼に助けてもらう部分はあると思います。Boa tarde a todos. A vontade é a melhor possível, né? Motivado para dar o meu melhor e ajudar muito a equipe. Primeiro, quero agradecer sempre pelo carinho de todos da torcida e dizer que eu vou dar o meu melhor sempre. Se precisar de mim, eu vou estar aí e eu vou dar o meu melhor para a gente conseguir o nosso acesso, que é para a primeira divisão. Obrigado a todos, nós. Valeu, tá.豆内さんからも南米選手たちは見ていると絶対笑顔になるから本当に大切な存在だよねって来てますが、プレーもですけどやっぱり存在自体雰囲気も良くなりますよね。皆さんはもう新しいファンクラブ V ラバーズチェックしましたでしょうか。先日クラブの YouTube 配信で詳しく紹介したのですが、そこに私塩田がサポーター代表として出演させてもらいました。しっかり勉強させてもらいましたよ。2021シーズン開幕まで残り1ヶ月となりました。イエイエイ。今日は新しくなったファンクラブ V ラバーズを紹介する YouTube 配信に私がサポーター代表として出演させていただきます。ちょっと緊張していますけど早速リハーサルに参加してきます。入室前に消毒と検温を済ませてから出演者控え室へ。今回はサポーター代表としてだけでなくオールビファーレン MC としての責任もあるので、いつもより緊張してるみたいですね。お疲れ様です。お疲れ様です。声が出た。私ゴールドかシルバーか本当にファンクラブに入りたくて本当に迷ってるんですよ。ビビ君のパスケースかわいいが欲しいです、ね、ってなるとゴールド。やっぱり緊張してるみたい。大丈夫かな。
非常に楽しみにしているんですけども、積極的にみゆちゃんをいじっていこうかなと思います。さすがです。面白おかしくやって伝えていけたらいいなと思ってます。オールビバーレンでもおなじみのこの方に来ていただきました。松田大也くんです。ようこそ。ファンクラブなどを担当している松本さんの部署名。先日のオールビファーレンではミュウちゃんがうまく言えませんでした。ビファーレン長崎、ファンディベロップメント課の、はい、すみません、平田さん。さあ今回は上手に言えるでしょうか。確かに難しい。カスタマーリレーション推進部ファンディベロップメント課。おお、練習したな。めっちゃ練習しましたよ。新しいファンクラブ V ラバーズには3種類のコースがあります。ブロンズ会員は無料なので誰でも気軽に登録できます。特典としてお誕生日にお祝いメッセージが届くんですよ。おお、めっちゃいいですね。色紙にメッセージとサインが書いてあります、うん、嬉しい。そしてシルバー会員の特典は今まで紙で届いていた解放誌がアプリでいつでも読めるようになります。いろんなところで見ていただきたいなと思ってます、うん、はい、私は選手全員のインタビューって、うん、結構素顔が知れて私すごく好きだったんですけど、うん、バスとか電車とか移動中に聞かれるのがすごい素敵ですよね。さらにさらにシルバー会員に加えてシーズンシートにも加入するとゴールド会員となります。それぞれの特典に加えてゴールド会員限定の特典もこんなにあるのでとにかくお得に楽しみ尽くせますね。中でもゴールド会員特典の目玉はシーズンユニフォームへのマーキングが2枚まで無料なんです。20日の新体制発表で選手の背番号が発表されたのでこの特典を使ってねお得にユニフォームをゲット、そしてぜひマーキングもしてほしいなと思います。そこそ推し面のね、はい、ナンバーを。ちょっとめっちゃいいじりです。ありがとうございます。200点ぐらい。ありがとうみゆちゃん。200点か。あれ50点ぐらい。あれ250点ってことですね。250点。ポジティブ。ありがとうございます。計算。そうですね。ゴールドです。ゴールドです。間違いない。今シーズンもますます楽しみになってきました。今年もビファーレン長崎のファンサポーターの一人として、私も全力で応援していきます。よっ。よっ。じゃあ愛の手がたまりません。じゃあ最後に松本さんの部署名。ちょっと待って、せーの、カスタマーリレーション推進部ファンディベロップメント課。完璧でしたね。お疲れ様でした。はい、完璧でした。でした。お疲れ様でした、うん、素晴らしいです。さあ皆さんからのメッセージも届いています。ありがとうございます。マユネットさん、私の推し面は大竹洋平選手。笑顔とゴール決めた時のガッツポーズが最高です。長崎の選手はイケメンが多いからなと来ています。皆さんからはますますまだまだお待ちしています、はい、待ってます。さあこの後なんですが、マスコット総選挙でとっても頑張っているビビ君から活動報告届きましたよ。今日の分の投票も完了。皆さん、ビビ君の投票よろしくお願いします。お願いします。
今週から始まったマスコット総選挙、皆さん今日の分は投票しましたか？もちろんです。もちろんです。朝やりました。そうですよね、朝からポチポチ皆さんしてらっしゃるかなと思うんですけども、先週こちらの番組にも出演してくれたビビ君、いろんな選挙活動頑張っていますよ。Jリーグマスコット総選挙1位を目指し、今年もビビ君がさまざまな活動をしています。来週月曜日夜8時からビビ君とエアモフモフの会がオンラインで開催されます。参加できるのはファンクラブ V ラバーズ会員50世帯限定、事前応募が必要なので詳しくはクラブのホームページでご確認ください。さらに SNS でも活動中ですよ。期間限定で TikTok も更新中、 Instagram では毎日インスタライブを実施しています。かわいいビビ君に会えるのでぜひチェックしてくださいね。そしてクラブのホームページからビビ君の待ち受け画像もダウンロードできるんです。オンライン会議などで活用してビビ君をより身近に感じてみてくださいね。マスコット総選挙の投票は来週金曜日夜6時までです。みんなでビビ君を1位にしましょう。さあ投票方法のおさらいをしておきましょう。投票期間は2月12日金曜日午後6時までです。投票方法はツイッターなら期間中1アカウント1票、 J リーグ公式ツイッターアカウントでの投票対象投稿をリツイートしてください。 LINE は J リーグ公式 LINE アカウントから期間中1日1回投票が可能です。 J リーグ公式アプリからも期間中1日1回投票ができます。トップ3に入ったマスコットは2月20日土曜日に行われるフジゼレックススーパーカップで発表される予定。こちらも楽しみですよね。楽しみですね。これ毎日ポチポチしましょう。はいはい。さあそして2021シーズン開幕を前にクラブの取り組みや方針をファン、そしてサポーターの方と意見交換するファンミーティングが行われます。はい。今回はですね、新型コロナウイルス感染防止対策として、はい、オンライン形式 Zoom での開催になります。そして参加には事前の申し込みが必要です。はい。明日までクラブ公式ホームページ内にある参加申し込みフォームから申し込んでください。応募者多数の場合は抽選となります。はい。熱く盛り上がった2020シーズン、あの感動が DVD でもう一度味わえますよ。2020シーズンを振り返るシーズンレビュー2020の DVD とブルーレイの販売が今月1日からオンラインショップで始まりました。ビファーレン長崎誕生から15年という節目の年、シーズン終盤まで熾烈な昇格争いを繰り広げた感動の2020シーズンを映像とともに振り返りましょう。そして選手の、ね、契約情報も一つ発表されましたね。はい。角田誠選手が関西リーグ一部のポルベニル飛鳥に選手兼コーチとして加入することが発表されました。はい。ポルベニルというと若手選手が非常に多いクラブですから、す、ね、まあ、若い選手にこういろんな経験を還元して、はい、指導者としてもですね、そういったこう活躍も楽しみにしたいなと思います。はい。ツイッターは私の推し面で募集していました。たくさん来ているんですが、ありがとうございます。ありがとうございます。もっちんいちご大福さん、あえて選ぶなら澤田選手ですね。普段は控えめながら試合ではアグレッシブに左サイドを激走、そしてゴールをぶち込む姿に惚れ惚れします。そしてエミシさん、私の推しは玉田選手です。プレーも姿も宇宙で一番なんです。あー素敵と来ております。そして AKA さんでしょうか。はい。5歳の娘の推し面は名倉匠選手です。契約更新が決まってすぐにユニフォーム番号14にすると即決でした。14番着て応援行くのを楽しみにしております。そしてですね、鹿山選手ご結婚おめでとうございますとたくさんメッセージ来ております。おめでとうございます。こちらのですね、推し面は来週番組でも紹介するので引き続き募集中です。お待ちしています。お待ちしております。さあいよいよ今日はテゲバジャーの宮崎とのゲームです。さあ来週水曜日、火曜日ですね、火曜日はファジアの岡山とのトレーニングマッチとなります。開幕までいよいよ3週間、みんなでギアを上げていきましょう。それではオールビハーレン、また来週です。ビビ君に投票をお願いします。この番組は今を生きる楽しさをジャパネットの提供でお送りしました。